次にえっ一んですね、自由に僕を話させていただくという、どうもこんばんは。あっ、ももじり娘さん、ありがとうございます、はいえー。話させていただくっていう、そ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 、ま、う、ああ、そう、そう、ね、そ、ま、う、あ、そう、そ、ま、う、あね、そ、ま、う、あ、そ、あ、う、のー、そう、そ、ま、う、あ、そう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 、そ みたたいいいいなものを拾っていきたいと思いますねあ,のあとも、そうですね、あの、ちょっとね、なんか、パッと思いつきなんで、だけど、えっと、当局情報みたいな、例えば特別、えー、特殊詐欺とか、あと、なんだっけな、あそこ、あ、岸田総理銃撃事件かな、あのとについてどう思ったのかっていうのを、あのー、現役の、えー、警察官に聞いたりもしてるので、まあ、その中を、こう、その、 なんていうかなえっ、ー、と指針なんでまあこれはうんどうしようかな無料でも大丈夫かなまああのー、あれすれば、あのー、いいかな名前伏せればね快速センターのス,ラスクラムハーフですねどうもこんばんはですこんばんはどうもこんばんはああのなんかで、ね、適当には本当に流してください一応僕、あのー、ADHD 気味なんであの皆さんのコメントを拾えると思いますね あちょっとねそうちょっと僕思ったんですけど石村さんがねちょっとねあのやっぱこうあのお子さん生まれつつさらにあのなんですか中学生の息子さんもね入学しなきゃいけないからちょっとねたたまにわかんないですけどあのもしかしたらまあ月3回はまああのやるんですけど たまにですけどもしかしたら月2回になる可能性もあるっちゃあるかもしれないですね。そうですねちょっとスケジュールが合わないと設田さんと合わないとやっぱりお子さん僕はちょっと育てたことないんですけど、まあ、大変だと思いますので、えー、いやでも忙しいのは多分4月ですね4月が忙しいとなるほどね、えー、の保護者会とかの時期でそうこれね。 保護社会とかあとかちょっともしかしたらですねあの申し訳ない月に1回がいちょっと入るかもしれないですねその代わりまああのそれ終わったら、まあ、どうなたかゲストいあの何ですかえっ、ー、と招いたりとかはしようかなみたいな仕掛け仕掛けというか何というかしようかなとって ADHD っていうのこれ注意散漫だと思うんで僕。 昔から何やりななんかやりながら見ちゃったりとかする可能性なんあるんで髪とこれあのー、なんではいえピコ逮捕嘘でしょうでしょえわ分かんない嘘だいうんあまた妊娠したのかで、まあさすがにないんじゃないですか3人いやまだ分かんないそれを育てるだけの何、ね、あの <laughs> エネルギーとか財力とかいろいろね大変でしょそれはえー、でも本当だよ。んピーコ万引きで逮捕され施設入り報道マジですか うん、万引きピーコが万引きで逮捕されていた、うん、そっかあ徘徊してたんだけど逮捕されてたみたい常習性があってお店が通報して常習性今は身寄りなく施設にいるらしいああ施設まあ特用かなあらそっかちょっと あれですよね多分この常習性というかなんかこれも推測になっちゃうんですけどあれだよねあの何、ー、て言うんだろうねうーん割り切れなかったって言うと変ですけど何だろうなそう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 地方からの万引きで施設かなそうだそんな気がするんだよね悲しみまあだってね本当に地方というか何て言うかになってるわけなんだからね うん、王様、ああ、吉田君もさすがね、もう早いね <laughs> そう。まあ、今日指示したのはね、まあ、これから、まあ、一人配信は7時かなと思ってしてしたりもしてるんですけど、8時、あ、よろしくお願いします、どうもですいや、YouTube の方、よろしくお願いしますあの。吉田君が超人だっていうことにね、改めて気づかされたので、<laughs> <laughs> 大谷翔平並みの超人だっていうね、仕事が趣味と。 だから <laughs> 休みたくないだってや石原さんって休みたいでしょそれは。休むっていうかそのほら休みたい時は休みたいでしょそれはね、はいうん、コロナでも休まない男だっていうのはねそれはなぜかっていうと趣味だからとそこのね剛腕には僕らちょっとついていけないあの大谷翔平にはついていけないんで、ねあのうん、メディア界の大谷翔平ですよねだか,らだからちょっと指示にしたんですけど指示にで僕をけ取る。 へえ。いや、いいな、うましいな、高橋光一さん。軽トラキャンピングカーで旅する29歳で見てんの。軽トラから見てるんじゃないこの人。へえ。こういう壊れますよね。僕もなんか突然旅行行きたくなったりしますからね。まあ、ピーコさんそうね、まあまあ。まあ、ピーコさんについてはちょっと僕もね、勉強不足っていうか、そのほぼ、うんなので、知ったかしない。 ことは心,心がけてるのでちょっとこれはまああの何でしょうかうん誰かの解釈を待ちたいなって思いますね。えー、っとどうかな島田正彦さんとかいろいろね僕もちょっと今日少しテーマ考えてはみたんですけど気になることもやもやすることっていうのがちょっと話したいんであの皆さんのコメントもあの流してくださいその意見について。じゃあちょっとじゃああれかな。 うんどうしようかな、うん。まあ飲みながら。じゃあちょっと僕もあのノンアルで、ノンアルのワインを買ってきたんですけど、サントリー。ちょっと飲んでみる。じゃあどうも。まあ、ん今日何日だっけ、えー、水曜日今日は水曜日。まあ週の中ですけど、まあ7時だからね、飲んでもいいんじゃないかなと思うんで、皆さん飲んで、

えー、奈良県知、そうね、センターの様子か、えっと、自民党本部、まあ、事務方とかその辺に関して言えば、えっと、高市さんはもうおしまいだねみたいな雰囲気になったりもするんですが、これはね、ノーマルワインがね、そうそう、これね、失敗し、これサントリーには申し訳ないんだけどね、こっちの,あの、オールフリー、サントリー、こっちは素晴らしくできてますけど、 これはちょっとね、ワイン感がほぼゼロっす。うん。ワイン飲んだ気が全くしない。ブドウジュース。ブドジュースになってます。じゃあ、ちょっともうちょっと頑張ってほしいなと思います。はい、ボクシングジムじゃなくて、僕、あのー、総合のジム行ってるんですけど、キックボクシングとグラップリング。グラップリング最後行ってないんですけど、どうだろうかな。うんと、ど、どえっ、ー、と、 週2 3、うん、多い時は週4行っちゃってますけどはい裏だじゃあ僕の僕の場合あれでアーカイブで見てくださいまあ僕そもそも石間さんあれですよねこの僕の配信ってアーカイブが多いですよねあのあ後から伸びてくるそうですそうですあのリアルタイムで見れない人が多,分多い多いですんで、ね、タイムシフト視聴のタイムシフトが多いよね、はいうん、だからタイムシフトで見てくださいませって言われ石沢さんの番組、はい、180日残るんで、うん へんずだしたというか、あのうん、8時そう、ちょっと超人にはかなわないのでっ、奈良県知事、だから高橋さんが押してたもの人が落ちてしまったので、えー、とあれですよね高橋さんの,あの地位というものが、あのまあ、党内でももう、だめなんじゃないのみたいな感じなだな。 しててますよね雰囲気としては、うん、であとはえー、っと例のえー、っと和歌山県の和歌山県のあの和歌山県知事じゃなくてなんだっけなえー、っとね何を言うとしたんだっけなあまあじゃあ政治つながりで、えー、っっえっとそっかえっと岸田さんの銃撃事件についてなんですけどえー、っとまあ あれってまあ安倍さんの時はやっぱり警備の不手際っていうのが多分あったと思うんですけど、うん、えっと今度の場合はまあちょっと現役の人間現役の当局の人間に当局っていうのはまあ,あの警察の人間に、えー、聞いてみたんですけどだからえー、っとまあ僕は順調な質問なんだけどその。 警備,を警備で防げなかったのかと。一応、だって投げちゃったじゃん。あの爆弾を。なので、えー、監視の中に紛れてるとあの、手も防げないものでしょうかっていうふうにあの尋ねたんですけどあの、非常に難しいと。その当局、警察官はね、今、現役の警察官の。で、待、まあ、って、待って。で、難しいっていうのは、 えと防げないんじゃなくて厳重な警戒態勢なら防げるんと防げ,る防げますとそれはこれ間違いないとだけど現実は徹底した所持,所持品検査とか職務質問すれば有権者の,種がの数が減りあの集まる人であの選挙妨害だっていうふうに発言,するのが絶発言する人が絶対にいるとでその辺りあたりに講演者とか候補者とか講演会が理解してほしいかなというふうにあの感じてると。 感じていますとで今どうか分か,り、ま、分からないけど、まあ、あのこの人が機動隊にいた時政治家とか皇室から「まあ、国民に慕われる環境づくりのため柔らかい警備あ柔らかい経営警護に徹しろ」なんて言われたこともあったというだからこういうのもあの影響してるのかなっていうような感じがありますよね。うん、で柔らかい、うん、経営警護これがちょっと、あのー、まあでも あの安倍さんになってですからね、あの現状にやってたと思うんですけど、まあ、それはそういうような警備になってる、警備というものが、あの当局では、まあ現場、現場の声ですからこ、えー、これ、これ、有料にしなかった、<laughs> 現場の声なんでね。で、えー、今回、そのロケーション、場所、あのこれは警備しづらい場所だったのかと聞いてみたんですけど、 で確かに不特定多数の集まるところというのは、まあ、本来厳価態勢でなければ防げないんだとでも今回は街頭じゃなくてどっかの,しあの敷地内で行っていた感じなので、えー、会場的な場所であれば管理者対策の上で入場制限できるはずですと、えー、どこにあの会場を有していれば入場の際に所持品検査がしやすいのにもかかわらず「点々点」みたいな感じなんですよね。 だから、あのー、これ僕思ったのが何ていうかな緩やかな警備警護っていうその僕も聞いたことあるんですよあの安倍さんの時にも。で、まあ、この現場の声の、えっとまあ、よく答えてくれたなと思うんですけどあの、えっとまあ、役職は言え,言えませんけどその別にあの交番勤務とかそのレベルじゃないもうちょっと上の人ですけどが言うには、まあ、やっぱり。あのー なあのね、所持品検査をすべきだったなとその会場内でっていうかそれがなかったんじゃないかなっていうような、うん、感じだとまあそうですよね主導クラスなら人数減っても所持品検査するべきだと思うけど僕もそう思ってですね場所がよくなかったそうウイジウイジ僕もそう思ったんですよウイジだからその現役の当局の、あのー、今のこの警察官にあと聞いてみたんですけど、うん、で えとトイと,いうとなのでまあ良くなかった的なことを言ってましたよね。であのー、ね、まあ幸いにも、あのー、何もなかったんで良かったですけど、まあ、それで、まあ、ちょっとあのなんだっけあのそこにも名前がずっと出てましたけど、あのー、あ今日はですねなるだけあのー 黒文字の人と、この間あの灰,色灰色の人と結構会話しちゃったんで黒文字の人とちゃんと会話するようにしますね。で、あのー、この影響をだからまあこの間の噂のワイドショーでも、まあ、吉田君と語ったんですけど、あのー、落,ち落ち着いてみようよと陰謀論も含めて出てくるだろうから。 落ち着いてみようようみたいな感じで話したと思うんですけど、まあ、これは僕はもう決して間違った意見ではないと思うんですよね。だけどあの、えー、とこの間 YouTube およびニコ生でやっている、えー、とちょっと,ょっと存じ上げないんですけどあの存じ上げないその文化人の方とあと島田雅彦さんっていう法政大学の教授であって作家とあとまあジャーナリストの青木さんが。 3人で3人で提談していたのを、まああのー、送ってくれた人がいたんで、まあ、YouTube で僕見たんですよ1時間ちょっとかな。で中で、まあ、切り取りで Twitter で、あのー、流れてきたにもしたんだけど、まあ、一応僕はあの、えっと、YouTube の方で、えっとまあ、切り取りだけで見るのはちょっとい,いかがなものかなというふうに思ってますので見てで、あのー、島田雅彦さんがね、あのーあ まあいろんなことをまあこ嘆き悲しんで、この現状の日本を嘆き悲しむのはいいんだけど、まあ、その中でリベラルがどうしたらいいのかみたいなことを言ってるんだけど、そしたら、安倍さん、安倍総理、元総理の,あの銃撃は、うん、成功したのはいいんだけどみたいなことを言ってるんですよね。これは正確な言葉じゃないけど。 これは唖然としたっていうかあの、うん、なんですかねそれはちょっともうダメでアウトだよね僕の中ではねあの石坂圭さんが漫画家さん漫画家の石坂圭さんがまあこれは聞き取りでしたこれはあらかじめ,あかじめ言っときますけど「ロフト・プランス・ワン」で足立正雄監督の「レボリューションプラス」だっけうんと えとそ,そこであの、えー、ー感想を述べた石坂圭さんが山神様と呼んでるとか、うん、旦那と一緒に「でかした」と言ったとあのー、まあヒトラーでもない限り僕も安倍さん元首相というのは200%嫌いなんですけれど、あのー、なってほしくないし総理にな早くも違う人に変わってほしいなと思ったし。 で投票なんかも全くしてないしむしろ訴えられましたからね訴えら,れて訴えられてるし器量もちっちゃいなと思うしもうケチョンケチョンにけなすような人だと僕は思ってますけれどそこで、あのー、銃撃で命を失うことに対してよくやったとか、えー、成功したみたいなあご存じないですかえっと YouTube で、えー、っと島田正彦 あグあユーチューブから、えっと島田正彦、えー、っと、なんだろうな。で、もな、なんでググればいいかな。えー、っと、出てきますよ。で、あの、安倍、えー、だから安倍総理の銃撃が成功したのはいいけれどみたいなことを言うわけですよ。えっと、的なことを言うわけです。ちょっと今、あの、ユーチューブ僕は見てるんですけど、あの、ニコ生でもやってたんじゃないかな、たぶんね。で、 あそうで、うん、それも、あのー、123番の,あのさんの,あのご意見もちょっと後で言いますねその通りそ,そう思います僕もね。であの僕だったら絶対あの言わないとかどんなに憎くても腹立っても、あのー、親の敵でもない限りとかあそうじゃない限りあり、のー、死んでよかったとか、うん、殺されてよかったとかって僕絶対言わないからね。 でリベラルの人たちっていうのは人権を人の権利を守るものじゃないのと思うわけ。あだしあそう,そうですよあの125番さんみたいな感じで安倍さんも人間ですよねで嫌いだけど言葉遣いは本当にそうですんであの本当にもういい <laughs> 早く引退してほしいとは思ったりもするしあの本当に森け問題も含めて失勢が多かったですよね。 とは別に、その命の尊厳みたいなのを守るべきっていうのは、政治家とか評論家とか言う前に人間としてそれを守るべきじゃないのっていうふうに思うんですよ。長谷川豊にも言わないで、赤い灰色と、灰色の人とあれしちゃった。灰色、あの、長谷川豊さんに僕徹底,徹底的に言ったんで、ググってください。久田正義、長谷川豊でググると、僕と長谷川豊のツイッターのやりとりが出てくるので、 一応あのコテンパンにはつけたつもりなんですけどそれより出てこないと思うんですけどで、えー、と島田正和って一応四十法相四十法省を取ってる司法政大学の教授なんですよねでまあ文化人であったり日本,日本を日本あのえっ、ー、とぶ、うん、代表する文化人であるわけですよねでそこで出頭山上さんもいや本当にあにおかしいよねネットウと言ってる方は同じだろうほん当に。 あおかしいって、うん、であのその「おかしい」って感覚ないんだなと思って何がリベラルだと思いましたね。うん、気持ちはわかるかというか,というか気持ちはわかるが、えー、でこれもう,もうそのまあね入るさんに言うとまあ、言うおりまあ犯罪の成功を喜ぶのは法治国家としての人間としかまあまあ、うん きちんとした言葉で言えばそ,うでそれですよね。だからまあそこなんですよ。で例えばどんなあの主義主張が違えど例えばじゃあの自民党と全く反対な反対というかなんていうか、えー、と天皇制を否定しているのかなまだ、うん、共産党の人があ亡くなったとしてもそこはちゃんと手を合わすべきでしょう。うん、保守の人もリベラルの人も同じでしょう。 うん、そこだけは同じでしょう。リベラルとか名乗っちゃってる時点で、うん、もうそれは基本的人権を守るものがリベラルだと思ってるんですよ。の一つだと思っリベラルを構成するものだと思ってるんであのー、それをあの何ですかね本当にダメだなと思いましたねこの島田正彦さんは。あのー、ダメ。もうダメ。 まあそもそもね、僕ね、これは、あの、ちょっとずれますけど、島田さんって僕、面識、ほ、坂場で一回ったことあるんだけど、あのー、えっ、ー、とね、多分、猫娘っていう分断場があるんですけど、新宿の。猫娘と、あの、えっ、ー、と、猫娘があって、まあ、あと、風花があるんですけど、あともう一つあったかな。で、そこでなんかこう、初めて、あのー、会ったときに、 かかなり上から言われて僕ワニマガジン社かミリオン出版のワニマガジン社の時ってほぼ僕ガキだったんであのうん p a y だったんでまあ今でもペイペイですけどでミリオン出版にいた頃かなでナックルズの編集長だったかなでその時になんかこうご挨拶したら「あっおたく金持ってんの?」っていうなんか開口一番言われてうん原稿料やるいくらみたいな。 ダゴのブライハぶっちゃってるのこいつと思ってすげえムカつきましたね。多分あの、猫目には僕一人で行かないので、その文バーには、あのー、多分福田和也さんと言ったと思います。文芸評論家の、えっと、慶応の、えー、っと、名誉教授になってるのかな、今ね。うん。星もだけど、その通りです。だから星もリベラルも、そうなんですよ。だから星もリベラルも、右翼も左翼も、とり、あの、やっぱりね、 人間主義というか、まあ、まあ、英語だとヒューマニズムなんだけど、そこをちゃんと抑えるべき、そこだけは守る、抑えるじゃなそこだけは守ろうよっていう感じですよ。うん。あの、えっと、第二次大戦で、えっと、ルーズベルト、あの、ルーズベルト大統領が亡くなった時に、日本の鈴木勘太郎首相が弔意を送ったじゃないですか。敵に対して、殺し、試合をしている中でね。 そしたら、そこでまああの世界中から称賛を受けたわけですけれども、そういう例もあるわけなんで、僕はそれは結構、その精神ってなるもんだなと思ってて、右も左も短絡的なということになりますよね、そうなりますよ。だから、左が知恵深いってことないよね、よかったなんて言ってるんだから、安倍さんの、岸田さんの、 にこれもうダメだね本当にマジであ偉そうだったっすね偉そうだったっすね偉そうだと思いませんなんかもう10年以上前なんでえっと自分がなくとか30後半かなうんかないきなりお金あの金持ってんのオタクかなみたいな感じですよ なんでそれかっこいいねと思ったねニヤニヤしながらねかっこいいなんかね分断ダンバ行くとねなんかね文化系の人せになんかねアウトロブル人が多いんですよ、うん、本当にやってやるぞみたいな感じだと絶対に殴られちゃうと思うんだけど、うん、<laughs> 命を失あそう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 そのあの百五十四万三千だからさ うん、保守リベラルとかその,関係,な関,係あの関係なしに命をちゃんと命を慈しむとか尊厳を守るとかっていうのは守ななななきゃゃいいいいけない人ととしての当たたり前のことじゃないですかみたいなだから全然信用できないよねそんなこと言う人島田雅彦さんとか全く信用できないあと石坂圭さんも全く信用できないでそれを拍手してるようなもし人がいたとしたら全く信用できない。 そんな人の、そんな人がもし政権なんか取ったら僕は反対しますよね。当たり前だけど。今日会員でやる、やろうと思いますよ。はい。あの、うん、えっと、楽天い、楽天 VS フラッシュの裁判でなんかちょっとやろうかなと思います。あの、会員限定でちょ。ちょっと裏社会の話が入ってくるので、はいほ。本当にね、あの、 思いましただからあの宮台さんが言ってる「クソリベっていうのはどういう意味かいまいち分かんないけど僕の言ってることと多分重なってるんじゃないかなと思ったりもするんですけれどもあのー、あ竹中平蔵か。あで思い出したけどうん田原総一郎さんの誕生日がこの間あったの知ってますかで集まった人の写真が。 あ見,た見たんだけどなかなかあこれはじゃあ有料で右隣がすご右両隣がすごかったんだけどねえぐっと思って見ちゃったまあいいやえっと俺もそれだってそう僕もだから忘れないですよねそんなねあのまあ島田さんからすれば僕なんかペイペイのあの実はナックスって私はまあ当時15万部あったとしても15万部って月間分限瞬時よりも上なんですよだけどやっぱりコンビニ売りでやっぱりあのまあ 先生と言われているような人々からは、えーまあ、一歩下に見られてる歩一歩二歩下に見られてる。えはしゃいでたのあっちょっと待って灰色さんの言ってることは本当本当あの黒文字さんのことをね基本的には僕は信用しなするというかね。うん、でえっ、ー、となのでですねな何を出したんだっけ、えーと さっっっき何言ってたっけあの上から本当にねあのマウンティングしてくるまあね種場報書を取ったりとかあと何だっけ雲教科書とか取ってんのかなちょ,ちょっとググってないから分かんないけど島田さんってあのまあ補正,だけの補正の教授からなんかね、まあ、酔っ払ってるとはいえ分かんないけど酔っ払ったふりしてんのか分かんないけどブライハグってんじゃねえよと思いましたよねっていうのを忘れないし。 ああこれも3回ぐらい言っちゃうんでもう言わないけれども、あのー、右とか左とかもう思想とか関係なしに、あのー、人としての尊厳というのを、まあま、守るべきものでしょうそれは、うん、そんなもん、うん、誰が亡くなったにしろ、うんうん、そう思いますだから、まあ、ヒトラーとかその辺は別ですよ、うん、ちょっと人類に対する罪ですからねああいうことをやった人っていうのは。 かららのの声が上がが上上ないものねね、えー、そうです、ね、上がって僕ね、一応でもね、よく民族家の中にいるじゃないですか。あ、いるじゃないよく民族家じゃないんだけど、よく民族家で飲むじゃないですか。そうするとリベラルって言われる、うん。久田君、久田ちゃんみたいなさ、リベラルでも俺は好きなんだよね、みたいな感じの。好きなんだねって言うと、何ですか、いいのかな。やっぱ俺を話したいんだよねって言,言うんですよ。だから、リベラルだと思われてるみたいな感じですよね。 でも逆からは下田ネットとかその辺からは下田とは右翼と付き合ってるからみたいなこと言われちゃうんだけどまあ一応僕はリベラルとなってるみたいですよね右翼ではだからあの左,派左派からの批判が上がれないものねって言うんだけど、まあ、一応僕はうんどっちかというと気持ちリベラルなんでリベラルからの批判ですよねただからもっとやっぱ上げてほしいですよねあれね。あのー で青木さんは笑うのはね、まあ、あの人なりなんですよあの25年ぐらいねほんとにあの業界の先輩後輩として言うからじゃないんだけどあかばってなるって思われてもしょうがないんだけどうーん,あんな感じですよね。うんそこであのいやゴールデン街でもそうなんですけどそこでおかしいっていう意見に対してあの あんんまりバシッって言わなない人なんですよ、うん、僕だったら言うけどね。僕は多分顔に出るな。ま、間違いなく。うんうん、顔に出るかもう帰る帰んない。帰んないと本当に、本当にね、暴力でも振るっちゃったりもするかもしれないんで。星、うん、が切る。僕は星のその配信場が。いやー、わかんないです。その配信場じゃああ、あの、 初めて見たんでんでわかないですねな,なんていう番組だったかなうんで今にあでそれをねあれかなうん記者仲間にちょっと話してみたんですけど島田さんの発言をねそしたらなんかまあ学者だからなみたいな感じのことを言ってたんですけどうんまあね学者だからわかるんだけどまあ言っていいこと,と悪いことがあるよなっては思,う思いますよね本当に。うに。 だそれは、あの、まあ、な,なんていうのかな。うん、同窓性キャバクラの、なんだっけ、それ。同窓性キャバクラなんだっけな、ね。まあまあ、えっ、ー、と、いい、いいとして。ちょっと待ってね。うん。まあ、ああいうこと言うと、うん、ああいうこと言うと、なんていうのかな。 リベラルからしては離れますすよよって話ですよねまあ、もちろん、その、政治家が言ってるわけじゃないのでね。あのー、あ、うん、そう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 。うんうん、まあ、そうですよね。だから、そのな、なんていうのかな、東さんでさえ右手扱いされてるからっていうのは、まあ、なんていうかな、自分たちとの、うん、考えが合わないと、 あのー、右扱いされるような人たちも右扱いするような人たちもいますよねうんだからポジションのトークやめようよって言うんだよね本当に本当そう思いますわジャ、うん、ジャニーさんでは何ですかあ KP あ KP してませんでした ?KP はいしてまうん、うん、してますよねでえっとでしょ であ,あとね、そうかう。ジャニーズ騒動についてはですね、まあ、ああの、噂のワイドショーの取り上げたんですけれども、あの、まあ、自分なりの、もうちょっとこう、雑談っぽくベラベラべらべらと喋ってみたいと思うんですけどね、あの、非常にあの、なんていうのかな、心苦しいというか、あの、なんだろうな、えっ、ー、と、それを聞いたのは、あの、 そこでもあ噂で噂でも話しましたけど1900多分うんまあ小ギャル小ギャルあもっと前か19978年頃かなに僕はあのー、ジャニー喜多川さんのえっ、ー、とん安倍さんの死に青木さんのラジオでああそうですかほぼ同じことで途切れてるけど同じこと言ってるんですかね。だでしょうねだ,だったらその。 いいと右上さんは右なのこの人主義者はあんまないじゃないですか右上さんでまあジャニーズさんに関してはその知っていたわけなんですよでちゃんと報道していたのもあって月刊誌でいうと「噂の真相と」うんがえー、とが当時はの発行部数10万部「文、えー、月春秋」も10万部ということであのー、非常に影響力はあったはずなんですよねであのー なんだけど大手メディアは黙殺してるわけですよで噂の心臓という言葉がだから特に新聞、まあ、朝日とかめちゃめちゃ鼻高だか,かなあの偉そうだからあのはっきり言って読売朝日は偉そうなんですよ。あ僕はなんでそのこと言うとあのご存じない方のために言うと僕選択出版っていうその会員制情報誌政治経済情報誌の、まあ、次長を務めてまして。 でえー、とーまあ各新聞社にの人に書いてもらってるんですね記事を。でまあ毎日が一番気さくな感じでで朝日読売が本当にの特に政治部本当にね皆さんがね、あのー、多分その人たちと接すると本当にムカって何、あのー、て言うかな。えーと 思うほど本当にあの放った方が、はいうん、で普通に喫茶店で例えば打ち合わせも喫茶店で行きゃいあの待ち合わせあの打ち合わせればいいのになんかわざわざ抵抗公演のラウンジあの、えっと、指定したりねするような感じなんですけどその噂の心臓とかを黙殺しつつで初めてはあの朝日新聞に噂あ噂の真相によるとみたいなのが出たのが。 あのなえっとね最後の方で出たんですよねた多,多分確かね、えっと、検察官の、えー、スキャンダルでした,でしたよね、うん、でえっとその前にもだからまああの噂でもちょっとかぶりますよあのデータハウスとか六歳者が出していましたけど六歳者なんていうのはあの松岡さん俊明さんが作った会社ですけれどもあの ジャニーズの、えっと、生写真を、えー、っとどっかから買ってきてそれを本に印刷しちゃって、まあ、著作権無視肖像権無視パブリッシティ権無視で訴えられるような雑誌なんでそこからねジャニーさんの,、あのー、その性スキャンダルみたいなものをとなんていうのかな出してもほぼ無視ですよね。 そう政治家御用達出だし,出しあだからあの自分が事情の頃はあの議員会館なんかあの名刺でやっぱり入れるわけですよ名刺一つってことないんだけどすぐあほぼあばなしに入れちゃうんだけど議員会館行くと必ず選択が置いてある後ろの方に選択出版が置いてあるって感じですあの。というようなと,あのとこにいたんですけどでまあそれはあれで,、えっと、でその頃から僕もねあの本当に。 ダークス・ジャーパンなんていう雑誌はミリオン出版で出したんですけど、2、3万部の雑誌で、でもその中でもまた記,記事としてはね、取り上げていたんですよね。あ、でも、アニマー人社の頃からだ,だな。だから、あの、元ジャニーズジュニアの,あの BBC にも出てましたけど、BBC 見た人いますあの、平本淳也さんがまだ、うん、尖っていた頃で。今なんかすごく、あの、BBC 見れば分かる通り、 いや俺ジャニーズさん好きですよみたいなだからあれはしょうがないんですよとかあと俺はやられてないんですよって言うんですけど確かにやられてはないらしいんですよあのあれあの平本さんってであの性格なんで、えー、っと本当にあのそういう男の人が言ってくるのあの女性の人は女性が大好きですからねで それがなければ、あのー、渋川機体のバックかああじゃないわ渋川機体か少年隊に入る予定だったらしいんだけどえー、ああバーニング14時ごろそうですねそうそうだからうんそう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 でうんみんなから知ってた知ってたわけですよでだけど今回その岡本ちょっとカーワンさんでいいのかなちょっと発音がわかんないんでカーワンさんかカーワンさんかわかんないまあ岡本さんで。 ここではしときますけど、えー、っと、岡本さんがその外国人記者クラブ、記者、えー、記者クラブだっけあのー、で、あのー、会見をしたから NHK がちょっとだけ取り入れましたけど、いや、NHK だってあれですよ、紅白歌合戦でジャニーズ何人出てるか、何組出てるかって話じゃないですか。かものすごい、もうジャニーズ頼みですよ。うん、紅白歌合戦っていうのはもう、 ななんだろうな日,本のテレビ番日本のテレビ番組史上なんていうか NHK 史上ここは絶対落とせない番組ですから視聴率合わせてだからこそいろんな仕掛けあって失敗したり成功したり必ずジャニーズは入れるわけですよ何ていうかというと岩盤史実があるからそこにあのディスるようなあの報道っていうのはできないよねうん そそうそうネキッドでやったんですけどそれもでジャニーズ十年の人がいっぱい来たんですよねうん。でそう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 なんですよだから檜山さんはあのねあの僕の感覚だと1990年代に出た時は結構深刻にやってきたんですよガチでガチであのー、ジャニーズと戦うぞぐらいな感じでやってきた。 で平本さんも噂の真相に取り上げられて噂の真相っていうのは本当にガチで喧嘩するとこなんで例えば中居正広さんのスキャンダルとかいろんなことをやってきたわけですよまあ反権力を標榜してますからねで平本さんもそこに、えっと、紹介されたわけっていうことは噂の真相は平本さんのことをあの反権力だと思って紹介したわけですだけどどんどんこの笑に持っていく感じなんですよあの なんていうかなジャニーさん天才ですからとかあと次のあれは滝沢滝沢いかにすごいかとかねでまあたまに面白いこと言うんですよあのー、ジャニーさんのあのー、このまあジャニーズってジャニーズってもともと野球チームの名前じゃないですかジャニーズっていうだからジャニーさんが野球が好きな高校野球球児みたいな人がやんちゃで うんやんちゃな高校野球球児みたいな男の子が好き。あヤニーさんほら女の子だとまあだからそうだと思いますだからだからやんちゃな高校野球球児が好きだからまあ近藤マッチ近藤マッチさんマッチとかうん滝沢秀明とか滝沢秀明ってあのアントニーの人こうまあエキビジョンっぽいプロレスやる,のやるような人ですからね。う であのー、あそうそう日テレの24 24時『24時間テレビ』もそうですし表紙もそうですよねこの間もちょっと行ったのかぶっちゃうんだけど僕の、えー、ワニマガジン時代の上司は、えっと「アップトゥーボーイ」っていう、あのー、アイドル雑誌の編集長だったんだけど光源氏全盛期の頃はもう何にもすることなかったと。光源氏を日加減を 表紙にすれば売れるんだから本当にそういう勢いだったらわけですからね。うん。だから、それはワニブックスですけど、ワニブックスはまあ別にジャーナリスティックなことはそんなに出してないから、まあいいとして、いわゆる業界史、アイドル業界史みたいなもんですからね。うん。だからその、まあそう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 。うーん。まあガチでやってくるからね、あの、うわさ、うわ、わしん そのややつをやつをとかね。うんでみんな知っていたのにで僕も書いて書いて僕が書いたわけじゃないです僕が書いてもらってたのを載せてたわけなんだけどまあ、載せる責任として編集長として書いた人にもし何か危害とか裁判とか来ればあ僕は行こうかな僕は前面に出てあのー 対応しようかなと、ジャニーズと対峙しようかなと思ってたけど、まあお、おそらく相手にされなかったんでしょうね。あ相手にされないというか、ジャニーズ自体は、あんまり抗議に来ないんですよね。だから、まあ、結局、うん、えっと、ワニマガジンでも書いたし、えっと、ダークサイドジャパンでも書いたし、多分おそらく実はナックルズでも書いてるはずなんですよ、あの、ジャニーズさんのその性癖なことを。うん、なん火加減て言うらしいですよ。 で、あのー、っていう、まあ、ちょっとアリバイ的なことを言っちゃったりもしたんですけど、だけどね、ちょっと僕はやっぱり心苦しいのが、だんだんと麻痺したような、ジャニーさんと結構面白いじゃんみたいな雰囲気にだんだんなってきて、世の中自体がなってきたと思うんですよ。あのー、ん なんでかとというとジャニータレ自体がだんだんジャニーさんがその70とか越してくると、まあ、あの一応衰えてくるわけじゃないですかそうするとジャニーさんのなんかこうネタで笑いを取ったりしますよ,しますよねバラエティ番組とかで「言うなんとかしちゃいないよ」みたいな面白いじゃないですかっていうのはちょっと面白いおじさんっぽく <laughs> 面白いおじさん扱いになってきたちゃったですよね いやそれを、うん、確かにまあジャニーズ帝国ってやっぱ面白いっちゃ面白いじゃないですか人間関係とかあれだけいるんだから,、うん、だからそれにほうほそっちの方面にここに行っちゃって、うん、あアプトボーイ女性アイドルだしねそうあでもアプトボーイっも思うのが引っ掛けだからアプトボーイの編集長,編集長まあ名前らしい,いと思うと大越さんって言うんですけど大越,さん大越さんが言うには言ってましたそういうんで置いといてでまあだからそのま、ね、ひしてきたっちゃって。 ただ僕もあのガチでやってたつもりなんだけどなんだろうなあのー、ちょっと麻痺してきてしまったっていうのはありますよねっていうところに BBC がとあと文家「文春、あのー」か「文春」と BBC がズドーンとライフルでバシンと打ってきたわけなんですけどでまあ BBC が見たかっ方は東 今ででもアマゾンプライムで見れると思うあどっちだっけな見れると思うんですけどうんあそうねそういう,う何々したいのに対寝て熱演されちゃってでどんどん面白いさんっぽくなっちゃったんでそれは僕もああもうそんなもんなってんのかなみたいな,うんなんもう、えー、と2000年から今千二2 3年ですよね2000年 ぐらいに記事を載せたとしても二十何年ぐらい経っちゃってるからあの僕なんかもまあジャニーズしょうがないよねみたいな感じになっちゃったんですよメディアの末席を汚す人間としてねそこは反省はしますよねやっぱダメですようんあのー、まあ条例違反だし田渕光一かん田さんか言ってたんですか ああ、そういうことね。うん。やっぱり条例違反だし、本来なら、あの、で、みんななんかこう、ジャニタリの人たちっていうのは、声出さないじゃないですか。で、そこがやっぱり、ミートゥグ運動と違うとこですよね。例えば、伊藤栞利さんなんかも、うん、声を出して、えー、っと、記者クラブ、あ記者クラブだ、まあ、外国人とか、特会員クラブか。 うん、ジャニーとかメリージャニーさんはあのメリーさんの弟でジュリーさんはえっと娘さんはいですねでえっとうんダウンタウンはそうねダウンタウンはでもあれでもギリいじギリいじってるんじゃないですかギリギリ頑張ってうーん。で それず特にやっぱりその光源氏がなきあとってあの一時期低迷していたと思うんですけどそこでなんか全然期待しなかったスマップがバーンとか出てきてまあ多分ジャニーズ史上最大のアイドルになった感じですよねそうするとやっぱりもうどん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 出てきてうんまあ嵐なり V6 なり出てきてもうもう止められないですよねジャニーズの勢いってうんそうするともう もういいよねみたいな感じになっちゃったんじゃないかなって気がするんですよ。あのまあバラエティー班は別ですよ。情報,情報局は別として、あの報道の方も,もうジャニーズのさ、ジャニータワ川さんのパ、えー、セクハラ、パワハラ、あれセクハラとパワハラじゃないですか。うん、あのー、うんそうそう、ジャニーズもう終わっちゃいますからね。まあ見といた方がいいと思います。 で、えー、それをなんか麻痺しちゃって、今まで来たのに、今まで来てしまいましたっていう。僕もなんか本当非常になんかこう、ああ、あの時やっぱりなんかもう、るしちゃったよね、みたいな感じで、うん、なんですかだから元ジャニーからよく聞くるそ,そうそうそう、現役がもし声を上げたらすごいもんですよ。だからそこがミート運動と違うんですよね。あの、アメリカのミート運動は、現役の、 えっと、女優さんが声を上げ、で、あと、えっと、ックステレビだったっけの、えー、っと、キャスターたちも声を上げっていうのがあったじゃないですか。まあ、現役の人たちじゃないですか。これ、もしね、あの、現役のジャニーズが声を上げたら、これは大変なことですよね。でも、ないでしょう。ないでしょうね、これね。だから、申し訳ないけど、あの、ス m ップ全然人気なかった。だって、それはそうだよね。だって、全然期待されてないんだから。 うん、だって適当にジャニーさんが言う、言う,言うたち、言うたちっていうのもう、もうなんか、面白おかしく書かれちゃったし、言われちゃったし。で、あの、スマップのマネージャーが、ね、あのご存知の通りの、あの、本当にお茶組のおばさんだったような人らしいんですけどね、あの、が面倒見てたら、で、しかも、スマップ見てれば分かる通り、さっき言ったように、ジャニー北川さんの好きな、あの、やんちゃで、あ、やんちゃな高校休日とは、 程遠いい人ばっかかりじゃないですかまあせいぜい中居君ぐらいなんだと思うんだけど香取慎吾君なんかは別にあの筋肉ムキムキになってるだけなんですムキになっちゃったしやっぱりそこはあの光源氏の望月かあくんがいる光源氏とかの方がやっぱり特にあのなんていうのかなあとタッキーとかねの方があの好きだったんでしょうね。 思いも思いあのホームランっていう感じだったんだと思うんですよ。そう現役がだからあのアメリカのように言えばすごいけどこれはジャニもちろんジャニーズに今いるような人たちまだ若いからうん言わないだろうけどまあ辞めたばっかの人とかまあいるじゃないですか。うーん、まあ、例えばね あのこの間インタビューしてたある中からこ復活した山口達也さんとかまあ東京じゃないですかでまあもしか株式会社東京だっら作ったと思うんだけどあのクラスが行ったらすごいですよねあと永瀬さんとかなんか行ってもおかしくないみたいな感じがするんだよね、うん、で山口達也さんはあの何ですかね まあ名誉挽回というかなんていうか、ま、あの立ち直ろうとしてるわけなんで、ある中から、それにかっこつけて、やっぱりその、本当は何があったのかと、合宿所で、まあ何があったか大体もうみんな分かってるし、うん、まあ証言でも間違いないこと、間違あのだから、裁判やったら真実性に相当たる理由みたいな感じで、あの多分あの証人が出てくれば勝つと思うんですよ。 ままだ訴えてないないと思うんだけどね。うん、だそのですよね、そこが、うん、あのただその、別にジャニーズを訴えるあのー、人たちもいないし、えー、と団体もいないので、えー、多分このままだと、もうこのまままた終わっちゃう感じですよね。タッキーは、多分ないでしょうね。タッうん だって、そんなに悪い感じでやめてないもん。や、うん、めてないもんね。だからないと思うんですよね。だから、やられてるのっていうか、まあ。ぶっちゃけ、あの。その正義すると。ジャニーズのデビューっていうのは、しん、えっ、ー、と、歌を出すことがデビューって言われてるわけですよ。まあ、例外としては、生田斗真さんとか、風間俊介さんがいるわけですけど、あの役者一本でっていう。 だから歌を、あのー CD うん、昔は CD デビューしたらデビューなんでデビューするにあたってはジャニーさんのうんまあうまく言えないんだけど何て言ったら言えばいいんだろうな、まあ、儀式ってここでは言っとくけど、まあ、嫌な言い方ですけどね儀式みたいなものにないと、あのー、デビューできない、まあ、これは平本さん言ってましたけどね平本純也さんが、うん、言ってたよねで BBC ではすごく何も言ってないんだけどさ なんでかっていうと多分かなあの日もなんかテレビの仕事をするようになってちょっと手を結んでおいた方がいいんじゃないかなって思ったような、うん、ちょっと変わったよねうんあまだ無料あ有料にしますかうんまあもうすぐ時間で、ね、うんじゃあ有料にして有料はねあのー、ちょっとブラあの何、ー、だっけな しまっ,ってくださいうん,うんとそっか楽天バーサスフラッシュの裁判の行方とかまあ特殊詐欺はも元からどこから始まったのかとかあと今どういうなってるのどういう噂があの裏、ー、社会の間であのー、なん言うかな出回ってるのかみたいな。 感じかなうん、あと、あそっか、なんか格闘技好きな人も多分いろいろな気がするで、ね、ちょっと、ライジン、ライジンの話もしようかなと思ったらするんだけど、ライジンの榊原さんのと、まあ、インタビューして、まあ、何回かインタビューしてるんですけど、うんまあ、4月29日の話とか、しようかなと思ったりするんですけど、うーん、ああ、もっくは、ないでしょうね。<laughs> あ今ももとしても順調順 人風満帆なんで、ないでしょうね。だから、ないですよ。うん。ないと思う。このまま言う人が出てこないと思うだから、うんで。裁判して、ジャニーズ、結局多分ね、ジャニーズが裁判して文春が勝ったじゃないですか。で、それに、プラス BBC がああいう放送やったんで、あれはかなり、 あの大きいプレッシャーにはなってると思うんですよジャニーズに訴えたとしても BBC の放送を、えー、っと訴えられた側が、ま、誰か分かんないにしろあれを証拠として出してくると思うんですよねそうと裁判官とか、まあ、刑事事件になるかどうか分かんないですけどもしの場合はね刑事事件になるか分かんないけど陪審員とかいる場合はあれは結構 あの全く第三者の BBC が、まあ、これはおかしいとジャニーさんのことプレデーターって言ってるんだからね、うん、j p o p の捕食者プレデーターって言ってるんですから、まあまあ、BBC のキャスターもあのジャーナリストも信じられないとか言ってましたけど考えてみれば信じられないんだよね本当に信じられないことがもう2二3 0年間ずっと続いてるからもうまひしちゃってる僕らがいるわけですよねうん。 それはいいかんよねと,いうことですよねどこ、どこの媒体でもお世話になってるもんね。うん。じゃサンデー毎日とか、うまあ、前言ったけど、もう、見たらもう堂本剛、ああ、堂本光一さんだったし、表紙がね。うん。なので、あれだよね。ああ、だから近からだから、堂本剛さん、途中が、やっぱり、あの、やんちゃじゃん。 やんちゃな高校生像あやんちゃな甲子園球児像にぴったりなんだよねうんそう順調な人がダメてじゃないからねだから山口達也さん嫌なやめ方した、うん、あと田中耕輝って名前出てたけどうん田中耕輝とかねそうあまあカトゥーンって言ったらねあの期待されてましたからねうん日本芸能史に残らない感じなのだからあの竹中朗さんというロープライダーの タレント帝国で渡辺プロダクションのことを非常にあの蹴り込んでったんですけどそうそれはあの渡辺進正なんだっけ社長があのインタビューに確か応じてるんだよねだから今回の場合 BBC があの取材しても全部門前払いなんででもこれでいいのかなって感じですよね本当にねだけどあとファン 女性ファンがほ,ほぼじゃないですかそんなことどうでもいいから頑張ってっていう感じなのかなと思いますけどね、うん、まあ石村さん好きじゃないでしょジャニーズあんま興味ないでしょジャニーズは全く通ってないです、ね、通ってないですよね <laughs> そう、まあ、僕もだからその飲み屋で知り合ったの女の子はジャニータなんで うん、なんかそんなの関係ないけどジャニーズを応援するみたいな感じの雰囲気なんですよね多分ねだからやっぱこう自分が応援してるそのジャニーズの人がそういう問題によって活動できなくなる方が嫌なんじゃないですか、ね、多分そうだろうねうん、うん、だから過去にそういうことがあったのジャニーズさんに体をねそういう性的行為をされたとしても嫌なんでしょうねうん、うん、それは関係ないよと。 そうかなと思うからね、うん。まあそうなんだろうね、でもね、女性の、あのフ、ファンの、カニスさんも言う、あかにさん別に順調じゃないですか、多分ね。あれね、うん。だそう、ま、いないだから嫌なやい方した有名なジャニーズがいいんじゃないですか、ジュニアじゃないやつ、ジュニアじゃない人。うん、今んとこ、ろジュニアばかりが喋ってますもんね。うん が喋れば面白いかなと、うんまあそういう骨のあるようなジャニーズの人っていうのはまあ諸星川君はあれじゃないですかえっとファンクラブがものすごい順調であればあ大沢みきおさんとかねうん諸星君といえばね大沢みきおさんとかが喋ったら面白いけどまああの人もまあ喋れないでしょうね うんってなると本当にもうこれも消えていくって感じがあのー、話題がおおしまおしまになっていくっていう気はしますね。うんじゃああの有料に行きましょうかね。なんか小物ありますか。お菓子かちょっと待って。とねなんかあったっけ。あれですもんね。小町さんのやつは六月ですもんね。ああそうですね。 まあ月はまだ先ですね、うん、ーーゴールデンウィークじゃうんとね5月11日にロフトナインであの鹿島さんと青木さんのはい、はい、えっとだなんだっけ名前が出、ねね、てるからね。名前 <laughs> 名前はね石,石崎さんが結構ねあのそれっぽい似たようなのことを考えてくるんですよね。青木さんと田村さんのやつ、ね。タブーなき空間タブーなき空間かな。まあこれは多分統一地方選のことやると思あの話すと思いますけどそうですね5月11日ですね。5月11日だったっけ木曜日、えー、?5 月あれちょっと待って。 あそうですねはいはいがありますそうですねはいまあまあまだおいおい多分あると思うんですけどまあお知らせしますし、ね、まり次第またツイッターなどで告知します,、はいそうですね、あとはまああの日刊現代の連載はもう短期連載なんでもうすぐ終わると思うんですけどまあ読んでいただければなっていう感じですよね、はい、ぜひ読んでください、うん、全くそう,あそうそうそうまあないでしょうね石村さんはジャニーズって感じじゃないもんね うん、女性アイドルでしょうこの人はね私はアイドルの方です、ね、そうでしょ、ね <laughs> はい、うねえーっとー今このやってる放送の「タイムシフトは180日残りますのでぜひ「あのタイムシフトでもご視聴していただければなと思いますまだ入会していない方はぜひ入会していただければ嬉しいです、うん、えっと月額550円で月、まあ、3回ぐらい放送がありまして今入会していただくと えっと4月の15日に放送したあの吉田豪さんとやってる噂のワイドショーと,、えー、っと今月末に予定しております4月30日ですね月末恒例の居酒屋タックルズも見れますのでぜひあの入会していただければなとあとねあれですよはいろいろあのー、まあアーカブリサが持っていくといろんな場で上がるので、まあ、あの右翼に電話してるあの,あのなんだっけな えっと、動画とか、あとなんだろうな、歌舞伎町歩いてる動画とか、はいあ。結構盛りだくさんなんで。そうですね。生放送だけじゃなくて、動画もね、300本ぐらい。上がっているので、うん、それも全部見えますので、入会して。いただ東洋化技術でさわらわれてるけど、いちまやくいちさんが、あと、まあ、僕とであの。上町ご、上町症状。上町症状取材やりましたからね。<laughs> はい。 あのいくらか果たして私にいくら値段がついたのかいやそれさあじゃ石橋さんあトー<え>横キッズであの何、うん、だっけあのほらああああじゃないわごめんなさいえっと大久保病院辺りで立ってるじゃないですかでほらレンタルルームいっだったじゃないですかはいはいありましたは、ね、はい、はいでい行ったことないでしょないでですレンタルルームだ,だっけ 千円とか言われちゃったんでしょう。違ったっけ五千円。いや、レンタルルーム代出すから一万って言われまし、うん、<laughs> <laughs> レンタルルームは出すとじゃあ一万プラス一万五千ささ二三千払うってことか。レンタルルームに行く様子が例えばあの YouTube でた映ったりもしてるんですけど、それより前に僕らやってますからね。そうですね。あれだってもう六年前、うん、もっと前そうですよ。だからもうかなりっと前だよね。ええ先取りしてるんですけど実は私だって二十代。 中盤とかかだだったかな、うん、え嘘だだまだ20代だった気がするからまあコロナより全然前ですよね7年ぐらい前かも、うん、それとかあと今んだっけな今もうないのかあの廃墟がどうのこの廃墟取材とかやってますけどもそれより前にもう<墟>78年前にやってますからね廃送はもう言ったら言ったら,言ったらねもう,もう 10, 10年経ってないから9年8年経ってるてやってますからねだか,らもうかなりり先取りしてるんでそ 今もあの入れないところばっかり入ってますし、はい、そうであと実際の右翼の座談会みたいなのもやってるんで、はい、ありましたね、はい、それももう12年前<う>11年前結構あれ、まあ、東さんとの対談なんかもうんまあ、まだ見れるのかな、うんね、東さんのやつはタイムシステトもう見れなくしてる、ねうん、ゲストのやつは短くしてるゲストはしょうないね、うん、だから,だからそうなんです、まあ あやね、物価が上がってるから立ちんぼっていうかね立ちんぼまあ立ちんぼっていろんな表現があるよねだから上町少女って今言われてもああ今は立ちんぼって言われてるのかそ,<う>でその前は上町少女って言われてたんですよで、ねうん、まあ同じ、まあ、パパ活って言われたりとかねいろ、まあ、んな表現あるんですけどあまあいわゆるパパ今で言うとパパ活なのかなまあねそのご飯 応募ってもらったり場所を提供してくれる神様を待ってる女の子のことを神待ち少女って言ってたんですよねうん、うん。まあ僕はその時付き合ってた彼女と神待ち少女ごっこをしてやっていうねあプレイをしたっていうプレイね、はい、プレイです、ね、っていうプレイ、うん、っていうプレイね。っていうのもね見れますので。うんうん、はい。そうぜひはいあのー、ご覧いただければ面白いものがあると思いますね。はいはい。はい。うん、じゃあ。 えとじゃあちょっとユー有にはね、はい、皆さんちょっと皆さんとお話したいなと思います、ね、はいじゃあちょっと YouTube を切るために一回負担になりますのでちょっと10秒もかかりませんがお待ちください、うん、それでは一旦ちょっと失礼します